第11回の、文芸史上現代史上の選考が終わりまして、お疲れ様でした。いろいろ今回のは特徴が、まあ、あると思うんですが、選考委員の、松尾、真由美さん、今回の、選考について、一言お願いいたします。この作品は古典的な技法なんですけれども、爽やかさを感じさせるっていうか、読後感に爽やかさが残って効果が似てるということで、最優秀に選びました。で、飯村由美さんの方は現代史の難解なところを持ってるんですけれども、そういうところの工作、読者と主体との工作というところに関してもうと気持ちよく、その内省的に描かれているということで、かなり完成されたものができてきたなということで選びました。ペンネームについては最優秀賞の方が変わってましたけども、で、ペンネームについてなんですけれども、で、ちょうど飯村由美ゼさんがペンネーム、前のペンネームを変えて作品をずっとこの頃投稿していました。で、おそらく作品を変えようというのとペンネームを変える、そういうことでペンネームを変えていったんではないかなというふうにこちら思うんですが、こちらは本名を知ってますので選考には一切こう支障はないんですけれども、作者として名前を変えるということは前の作品というものが現在の読者に分からなくなってしまうという危険があって、一冊の詩集を出してあるのであれば新しい詩集と、前の詩集の読者が作者が違うということになって、読者はその作者が分からなくなってしまうということがあります。で、ペンネームはいろいろこの頃はいろいろ考えられてるんですけれども、一度つけたらあまり変えないように、そういう気持ちでペンネームをつけてください。そうしないと他人である読者というものがその作者が好きであっても作者を見つけられなくなるという危険があるので、そういうことよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今現代、師匠、文芸師匠現代史第11回の選考が終わりまして、割と全体としてはすんなり、決まったんですけれども、年々レベルが高くはなっていまして、第3次選考のあたりの、かなり第3次選考というのは通過するのはかなりハードル高いんですけども、そこを通過する作品が非常に今回も多かったです。去年よりもさらに多くなりまして、相当な数がその辺に、ひしめいている。で、最終選考に残すのに大変苦労したんですけれども、皆さんよくいろんな、思いをしてきていただいて、非常に充実した層に、なってます。その中から、選ばれた最終選考に選ばれた、45年ぐらいでしょうか、その、選考させていただいたんですけれども、逆に入選佳作の層が非常に厚くて、そして、奨励賞もかなりあったんですけれども、優秀賞の、数が少し足りないというか少なかったですね。その中で、今回はまた特に、票が割れまして、松尾選考委員の、評価と私の評価が真っ二つぐらいにこう激しく割れまして、それでその、割れた一つが、清水さんのと、清水ひとみさんのと、それから、犬丸ゼノさんですか、これやっぱりどちらも、松尾さんはかなり評価高かったですし、犬丸さんも高いですね。私は清水さんのは、非常にまた前に最優秀賞を取った時の、
ものと同じか、まあ、もっといい状態の、まあ、化粧土を持ってたものですから、私もなんか、それをぜひ、採用して、していただきたかったので、まあ、そういう感じで松尾さんの方が、まあ、それを選び、私の方がまた清水さんの方がという形で、まあ、2社が立つ形で最優秀賞になりました。で、優秀賞はかなりその常連の方が、いつも出してくださる方が、半分くらいもっと出ました。もう逆に言うと新人がなかなか台頭してこないということはあったと思うんですが、その中で何か、新人といいますか、そういう人たちが登場してきたのはとても喜ばしいです。荒削りですけど、やっぱり私は、まあ、好みがありまして、言葉にパワーがある、荒削りでもいいので、まあ、そのパワーをどんどん出してくるタイプが、好きなんですね。で、まあ、ちょっとその、荒削りのところはちょっと、甘くなっちゃうんですけど、そういう新鮮さは私は特にその言葉の力が持つ新鮮さみたいなのが必要ですから、その、まあ、評価させていただきました。全体としてやっぱり上の方が少し優秀賞レベルの方が少し物足りないかなという感じはあったんですけれども、なんていうんですか、皆さんの思いが非常によく伝わってきて、いろんな世界に対する、一つの、まあ、叫びなり、思いなりというのが確実にこちらに届いてきたと思います。これを、まあ、すぐ、文芸社の62号に発表させていただきますので、まだ楽しみに、ご覧ください。とても松尾聖光院のいいものがあったと思います。